日本愛知県名古屋市中区矢場町矢場町は愛知県名古屋市中区の地名。アクセントは抵抗定々で場を高く発する。より簡略化し、矢場とも言う。矢場町の名は江戸時代にまで遡る歴史的な地名だが戦後の町名変更により現存しない。ただし交差点名などとして残っており、現在も地域名として広く通称されている。旧矢場町域は 現在の大須三丁目、栄三丁目の各一部に相当する。名古屋城から続く城下町の一丁であり、古くは東に南荷地谷町、西に末広町、南に三和町、北に南大津町といった町廷が存在した。現在は行政地名としては存在しないが、通称、幡町の区域は栄の南、幡町通り界隈や、 東西に走る若宮台2、南北に走る大津2と2つの幹線道路が、交差する矢場町交差点付近を指し、栄と大須の中間地点にあたる。大津2から西一本堂を外れた、ナディアパーク南には、場公園が、さらに西 F を進めると、名古屋総鎮守の若宮八幡社、さらに本町通りを挟み、白川公園が立地する。栄から続く、 大津通のイルミネーション1548年、牧長吉の居城としてこの地に小林城が築城された。小林城は1570年に廃され野牛、年吉の屋敷となり、1701年に成城寺となる。矢場町の名は1669年、地域内に現存する三和神社に弓矢場が作られたことに由来する。当地は、 弓矢場の西に位置したため矢場城と呼ばれるようになった。1678年には、正秀寺の寺子が、1695年には、万年寺と栄章院の寺子が、1751年には、若宮や田浦の寺子がそれぞれ町屋となり、町域を広げた。明治になり、商業化の進む境とともに発展し、1966年には、区画整理により境に、 1969年には、大須へ編入された。なお、東区にもヤバがあったが、こちらの地名が先に存在したため、東のヤバと呼ばれ、東ヤバ町となり、現在に至る。ヤバトン本店大津通り沿いは、栄から続く繁華街で、松坂や名古屋店や名古屋パルコなどの商業施設が立ち並ぶ。1996年のナディアパーク開設以降は、ブランド力のある、 商業施設の出店がさらに相次ぎ、アップルストア、フレッシュネスバーガーなどの名古屋発出店も矢場町、界隈であった。前述の商業施設に加え、当地域や隣接する大須には、クラブクアトロなどのライブハウス、クラブも数多く今日構え、中部地方の若者文化の先端を行く地域である。大須よりに技術者養成施設を開くギターメーカー、ESP は地域を、 若者文化、音楽ファンが集合する場所、音楽好きな人には最高の環境といえる地域と紹介している。味噌ツで有名なヤバトン本店は、ヤバ町交差点の南に位置し、ヤバのトンカツとして、当地の地名を店名に取ったものである。詳細は、ヤバ町駅を参照また、堺駅、上前津駅からも徒歩圏内であり、場所によっては、 矢場町駅からよりも近い場合がある。ありがとうございます。